ナイス。素晴らしい。いいね。エーペックスのチャンピオンとなりました。素晴らしいぞ。まあ、こうやると強いよね。扉ももうどんどん壊せるし。やチャンピオン取りやすこのキャラっていうか、おっと俺今日もう3回か4回取ってるもんな。強っ。逃げるんじゃなくて殺せばよかったのか。ハボックのリコイルのコツか。なんだろう。ハボックのリコイルか。リコイルは右左上右なんだっけ、右左上右左か。いや強かった。ヒデミール様200ビッツありがとうございます。ナイチャーンジュニース。あとはもうひたすら練習。ミユちゃん丸様200ビッツありがとうございます。ナイチャーンジュニース。いやいいっすね今の。42メートルだったから大体何秒で打ちゃいいんだろう。1分40秒、1分43秒ぐらいか。1分43秒で打てば相手出てくるときに食らうのか。あの位置だったら 37.5 メートルだもんな。フォローありがとうございます。そうだから計算むずとっさにすんのめっちゃむずいな。普通にあれか、1メートル3秒だからって覚えた方が分かりやすいか。すいません考えよう。1メートル3秒。もっと簡単に単純明快な一瞬で分かるやつにしたいな。足し算引き算してると頭おかしくなりそうだ。ちょっと待ってよ。気持ちいい。ポン太郎様、100ビッツありがとうございます。感謝です。ナイスリッチです。気持ちいいですね。ちょっと待って、考え、あとね、あとなんかエリアコントロールしやすいんだよね。だから、エリアコントロールするだけの火力が必要なんだよね、ヒューズって。そう。うわ、もうあっち行けないわって思わせるのが大事なんだよ。そう、だからさ、例えばさ、あの、右にいたパーティーもさ、あの、ナックルクラスターとさ、あの、リピーターでガンガン削ってったらさ、左行って左とぶち当たって勝手に負けてたじゃん。そう、ああいう感じ。そう、ヒューズの強みって、超簡単にエリアをね、もうコントロールできるとこだから。それをしっかり理解した上でやれば OK みたいなところはある。そう、例えば、あの、チャージライフルの時もそうだったんだけど、なんでチャージライフルがあんまり強いって言われてなかったかって、あの、エリアコントロールしてなかったんだよね。みんな。そう、とりあえずよくわからん敵に撃ってダメージ稼ぐみたいな武器っていうイメージが強かったと思うんだけど、あれは確定90でこっち行けねえわって思わせる武器だったから、ああいうイメージ。そう。まあ、大体の人はもうチャージライフルをエリアコントロール用じゃなくって、嫌がらせ用で使っちゃってたんだけど。こんばんはお疲れ様ですそう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 。そう、こいつチャージライフルみたいなもんだからな、ヒューズって。使い方次第。そう、ただの嫌がらせになるか、それともこっち行けねえわって思わせるか、みたいな。だって3秒1メートルで50だと150違うのか、違うな。2秒1メートル計算だとちょうど25 50違うな。何みたいなねあれ俺せっかくキャラ選択できるようにしたのにすんの忘れてた。悲しい。強すぎる。3秒、あれ2秒 2.5 秒だと 25m×2.5 は、うお強そう。 2.5×20秒は、あ、 25m は 2.5 秒。舞台ゼムスじゃないからこれ表記バグか。普通にプラス 150LP って書いてあるけど。ちょっとなんかすげえ簡単な計算しときたいな。そしたらな、2秒とかだったらよかったんだけど、そしたら80秒前に打てばいいから。
なんか簡単な計算ないかな。実際なんだろう、本番でやってみようとするとなかなかうまくいかんな。あの1分が 25m だからって、あれすげえ難しいわ。あ、マイナス75になっちゃった、クソ残念。待って、計算方法を考えよう。1m、1秒 0.42m なんだけど、むずいな、微妙いな。 2.5 秒で合ってんのか。でも残り1分。あ、いいね、めちゃくちゃいいと思う、素晴らしい。 2.5 秒かける 25m。楽しい。 2.5 秒かける、拡張ヘビーマガジンを発見。20は50秒。リングは近い。2.4 秒ぐらいってことか。2.4 秒かける25かな。そうすると20で48秒。追加のアイテムが手に入るなんて俺サバサバだな。の5秒。新しいキルリーダーから新しいデータが得られるね。60秒。ああ、だから40m。そうで、もうダメだ。あ、頭がこんがらがってきた。すげえ単純な 2.4 秒かな。1m 2.4 秒刻みで進むっていうイメージでやるんだけど、難しいなこれな。1秒で 2.4 秒違うな、ちょっと待って、もうダメだな。1秒間で、いや、そうか、合ってんのか。待って、むずいな。なんか早見表が欲しい。ポップアップを発見、ターボチャージャーだ。できれば最強なんだかな。僕は持ってしまってるぜ。ヒューズのスパレージは買いますね。あれはもう買うしかねえぜ。さあみんな浮かんでいくよ。あ、25m 70秒になるように計算すればいいのか。 OKOK。 だから待って、めっちゃかっこよかったよマジで。肩に数えてたけどめっちゃかっこよかったよ。やべえよあれ、考えたらちょっと天才だね。それって思った、それ。70秒。悪い子がいるよ。邪魔だ。ナックルクラスターを発射する。強度中だ。ポータルを設置。フーリガンが周回軌道の外にいる。全力逃げですか。敵が目と鼻の先だ。ポータルから撃たれてる。ナックルクラスター。ナイス。雑魚に撃たれてる。ちょっと攻撃を受けてる。フィールドにパワーを注入する。ナイス、強い。
やれやれ、あっち前、強い強い。食らう、無理、あぶねえ。あら。うわあ、チーターだー。ああ、チーター来ちゃったー。ついに現れる C のターン。多分これゴリチーっすね。そう、これはもうゴリだ。現れたか。ちょっとじゃあ今のうちにちょっとこのチーター観察しながらちょっと計算しますわ。一瞬だけ。おろありがとうございます。ゴリラゴリラゴリラ。ライトアームを発見。1.66。すごい、とんでもない距離から救急打ってる。どうなる、まさか？さすがに。それともチーターのふりしてるのどっちだ？いや、いけ、頼む頼む、壁抜け壁抜け。ああ、これはですね、面白いっすね。待ってね、来る、白じゃねえとかいらねえからな。俺ですら判断できねえんだからやめとこう。そう、白か黒かは。でも、ちょっとこれ、こやつの視点移動から俺は匂う。あと今、すごかった。301が当たってなかったけど。あ、そっか。これだね、そう、素人は黙っとれ案件だから。多分俺はこいつに期待できると思うよ。こいつ面白い系統だと思う。僕のだ。ちょっと後で計算しよう。マジ計算式作っとこう、後で。うわ、目が良すぎる。まず目があまりにもゴリラ、あ、うわー、つれえ。強すぎる、こいつの301。すーごい。おう、だけど、格殺は入れらんないっすね。下手くそだ。格殺は入れるのは下手くそらしいですね、これ。ゴリラ来たー。ゴリチー。これだよ。こうじゃないとつまんねんだよ。頼むぜ。最近、小槌が多くてよ。スコープを発見。近距離用よ。うおぉ、超小出しアビリティ、たかが5メートル進むために使っていく。おはははは、強すぎる。あ、もう救急隊そうっすね。弱体化されてんのかな、これ。弱体化入ってますね、これ。多分こいつちょっと普段とは違うんだろうな。ちょっと今戸惑ってますよ。あれ、なんで当たんねえんだ。あー、これ弱体化されてるわ。ゴリラだけどちょっと弱体化入っちゃってるね。さあ、味方の銃声を敵と勘違いしていく超高速振り向きですね。プレデターが処されました。かわいそうに。あそこへ向かい、早く。さあ、あまりにも挙動不審。後ろを見て。うお、ジャンマツで残りのプレデターを破壊するんでしょうか。うお、怖すぎる。追いかけ方が化け物です。必ず背後を確認するな。おお、頭激突。脳みそが飛び出てしまったぞ。え、これはやっぱ全部見えてんのかな。お、お前ちょっともう一回スライディングして。うお、こいつ、イキリザウルスだ。うお、こいつ、イキリザウルスだ。この視点移動。見てください。いきますよ。スラジャンするときに右に、プルって。いるんでしょうか、これは。ピラノはね、もうちょいね、右にグワーンってやる。うめえ、救急。だけど、あ、え、
負ける？え？お前負けんのか？そのチートを使ってお前は負けるのか？ダメだ、負けてはいけない。お前は全てをかけてここに来てるんだろ。負けるな。お前は人生かけてんだよ。負けるな。嘘だろ。チートを使って負ける。なんて弱いんだ。おー、下手くそすぎる。人生をかけてこれは弱すぎます。もう二度とだってさ、ゲームを楽しめない体になってるわけですよ、この人たちは。なのに弱すぎる。そう、もう二度とね、チートを使わないっていう選択肢がなくなってしまったっていうね、地獄な状態から負けてしまった。よし、ちょっと時間ずらそう。またあいつ会っちゃうわ。いやー、パニックってましたね。すべてが見えてるせいで、もうなんか見聞色ちょっと扱い始めたぐらいのなんか動きだったね。これが見聞色って、周りの音が全部聞こえちゃって、落ち着けないよって。